夏日へようこそ。広島夏美です。今回はですね、ペヤングの新しいやつを探していきたいと思います。ペヤング超大盛り焼きそばギガマックス、君なら食べれる3種の調味料で味変するやつ探します。ちょっと前に流行ったペタマックスが全然コンビニで見つからないっていうのを聞いて、そのさらに新しいやつ、味変できるやつを、コンビニで今からガチンコで探しに行きたいと思います。ということでやってきたのは表参道です。渋谷2丁目店見てくるね。これで行くの恥ずかしい。ありませんでした。コンビニあ、結構いっぱいあるな。焼きそばは好きですか？焼きそばはめっちゃ好きだけど、焼きうどんのがもっと好き。まあ、そもそもうどんが好き、うどんがすごい好きで、でもうどんはね、本当に何でも、カレーうどんも好きだし、なんかよくあるつるとんたん系も好きだし、行きます。渋谷2丁目中央店もなかったから、あそこさセブンあるのかな、ね、セブンイレブンのことさ、地方によってさ言い方違うよね。千葉の女の子はセブンコって言ってて、セブイレとかさ。行ってきます。今のこのビルの中のセブンイレブンにもなかったから、青山通りに戻って、渋谷だしたもっといっぱいなんかコンビニって所狭しとあんのかと思ったら、意外とない。渋谷花大阪上店探してきます。渋谷本大阪上店はなかったんで、ちょっと宮益坂を下ります。上郵便局ローソン行ってきます。ゲットしました。やったー。ペヤング超大盛りギガマックス、君なら食べれる1950キロカロリー。じゃあ早速これ持って帰って食べていきたいと思います。戻ってきました。じゃあ早速食べていきたいと思います。の前に作んなきゃいけないんで、1950キロカロリーだからね、めちゃくちゃハイカロリーだよ。1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る恐れがありますって書いてある。しかもこれなんかすごいお湯の量だったんだよね。さっき見たら1300ml だから、1.3 リットル。用意スタート。味変はソースでだけで食べる、マヨネーズだけで食べる、魚粉をかけて食べる、ラー油をかけて食べる。あ、来た。じゃあ湯切りしてきます。さあ、ちゃんと茹でられてるのかな。オープン。おっ、こういうさ汚くなっちゃうものなのかな。柔らかくなってる。やばい、すごい量多いんだけど。まずね、味変をする前にね、そのノーマルのプレーンのソース焼きそばを作っていかなきゃいけないから、これちょっと混ぜるのも一苦労だね。屋台方式にしよう。お時間だが、いやいや、やめて、ガサツなところ出さないで。いきます。何最初の音、味めちゃくちゃ美味しい。このね、ソースの時点です。だいぶ進めないといけないからね。なんかマヨネーズもうパッケージにもマヨネーズが最初って書いてあったの。あんま混ぜすぎずね、ちょっとマヨを多めで食べるかな。うん、うん、めちゃめちゃマヨ、なんかちょっと酸っぱめのマヨネーズだから、マヨネーズ多いとちょっとむせそうになっちゃった。これちょっと前に出てたベタマックス絶対食べきれないわ。魚粉のせいで滑りが悪くなった。めちゃくちゃつっても滑らないから粒子でマジで面白い。このヤングでこんな笑えるとは思わなかった。これだからちょっと混ぜた方がいい。混ぜないとすすれなくなっちゃう。食べたのかな。これいこうかな。もう一気に8になった。さっき5だったのにすごい。いやこれは、いや最後にラー油は正解だ。確かに書いてある通り、この匂いがやっぱ食欲をそそる。はい、いきます。うん、おいしいおいしい。中華っぽくなる一気に。言い訳すると、これやる前にちょっとおにぎり食べちゃったんですよね。これ、約3分の、5分の2ぐらい食べた。こんなもんですよ。ね。美味しかった。美味しかった。本当に味は美味しい。ただ量が多いから、本当に味変しないとこれ食べきれないね。あと腹ペコの時にやっぱダメだ。腹ペコでやろうということで、きつい。量は多いマジで。ただ味変は美味しかった。魚粉を入れるとちょっと摩擦が起きてすすれなくなるっていうのもね、皆さん食べるとき気をつけてください。以上、平島なつみのペヤング探して食べてみたでした。チャンネル登録よろしくお願いします。